サール250をですね、販売してたときは、やはりですね、そのオンオフの車というのが、まあ、他社も含めてですね、かなり多く市場にいまして、でまあ、その頃はですね、XR250 というのは、アメリカで、まあ、レースの車で使っていた XR250 をですね、そのままナンバー付きという形でこうスライドをしていたんですけれども、まあ、今回、約生産中止してから5年経つということで、とにかく今のトレンドをですね、最大限生かして、さらに一歩を踏み出そうということで、今の最新のですね、モトクロスのスタイリングを入れて、今の若いお客様にもこう訴求できるように、あとはですね、その乗ってよし、まあ、街で、乗っても便利に楽しく乗れて、で週末オフに行ってもこう楽しくダートで遊べるぞというような車作りをしていこうということで、まあ、名前もですね、XR250 の時代から今回、まあ、ホンダではですね、オフロード系は多くのバイク今 CRF の方向に今統一してますので、CRF の名前をつけて、その最新のトレンドをですね、お客様にご理解いただこうということで、CRF250L という車を作っています。やはり、スタイリングで言いますと、そのプラスチック類をですね、小さくして、できるだけこうモトクロスに通じるですね、その軽いイメージをこう持たせたいというところと、あとはその倒立のサスペンションですとか、アルミのスイングアームですとか、そういうモトクロスにつながる今の我々が、モトクロスで、販売させてもらってます CRF のトレンドをですね、入れて、お客様にこう訴求したいというふうに思います。先ほどお話したそのスタイリングの部分というのも非常に大きいんですけれども、あとはその、オンロード、街で乗るときとそのオフですね、オフで乗るときのそのバランスをどういうふうに持っていこうかというところに、まあ、一番苦労しました。で、要は今までの他社さんも含めていろんな車というのはですね、かなりこうどっちかにこう偏っているような車が多かったものですから、その両方をオンもオフもきちんと網羅して、その商品魅力をこう最大化したいという車にできたと思っています。まあ、足回りサスペンション部分とかスイングアームも含めてですね、あとはそのフレームのその基本骨格っていうところが、今回、まあ、新しいツインスパーのフレームというのを作ったんですけれども、この剛性のあり方とかですね、そのオフでもこうしなやかに乗れて、その例えば高速道路とか街では非常に安心感がある乗り味にできるというところにかなりこだわっています。オンロードの部分ではですね、例えばその、まあ、ヘッドライトの明るさですとか、メーターのその使い勝手の良さですとか、今回のあのメーターというのは、まあ我が社のオンオフで、その初めてそのフューエルのメーターをですね、デジタルで表示させてもらっているんですけど、そういうところの使い勝手、あとはその足つき性の良さとかですとか、そういうところにこだわって、こういう見かけフックがついたのも新しいです。そうです。これも、まあ、標準で、つけていこうということで、できるだけお客様に便利に使えるようにということで、作りました。僕たちはそのお客様が、こう買いたいと思っていただけるまず価格をこうベースにして車作りをしていこうと。ただしそこでですね、どんどん大事な魅力というものを落としていくと結局意味がないよねと。その中でその価格を大事なところに維持しながら、どれだけ商品魅力をこう満載できるかというところを多分重要視してチームの方は開発をしています。基本的にCBR250 のエンジンもですね、そのあちらの車の方がこう、まあ、先に世の中にこう出ているんですけれども、初めからそのオフロードでもきちんと使えるよねということをベースに開発してきているんですね。だからまずその元のエンジンもそういう形で開発していますと。であとその吸気とその例えばエキゾーストパイプですとか、そのインテークの方ですとか、そういうところをですね、かなりオフ、その低中速のトルクをしっかり持たせようと
いうことで、そこの部分をしっかり作り込んで、そのまあ、やはりオフだとその、まあ、低中速っていうのは非常に大事になりますので、そこをしっかり出しましょうということで、例えば FI のセッティングですとか、その点火時期の設定ですとか、そういうところもきちんとオフを低中速からしっかりこう走れるように、かなり苦労してそこはやりました。今回はですね、この CRF の 250L の車はですね、そのオンでも楽しめて、オフでも楽しめるというあの商品魅力をこう十分満載した車になっております。で、価格もですね、お客様にも喜んでいただけるような価格で設定しておりますので、ぜひこの車でですね、いろんなところに旅をしていただいて、街も楽しく乗っていただいて、この車が持つあの楽しみというものをですね、十分こう満喫していただければなというふうに思います。